ちょろいわダブル。ちょろいわ。ちょろいとか言われてる。2週間ぶりに参戦するぞ。イエーイ、こんばんは、たまごろんさん。いらっしゃい。カラーチェンジ。カラーチェンジ。スキップ。追い待て広告のグレードが完走としたぞ。スキップ。グレード完走とかあるの？カラーチェンジ。ぬ。色を変えられていく。広告貢献の少ない響き水あやじいきょすい。資産が100ポイントニコに広告しました。ありがとうございます。それ返ってこないやつや、わらわら。お、はい。え、あ、ライムさん。ライムさん。たまごどんさん、初見ドローにどうぞ。たまごどんさん、足並み里帰りしてたんぜ。ジュリ、初めて見たぞ。エグすぎマジで初めて見た。ラストカード。ハイボーよね。ライムさん。ライムさん。転んだ。アシナ転んだ。今初めて見たけど。ラストカード。あんなことあるんだな。リバース。ドロー2。広告貢献1くらい、響き水あやじいきょすい、資産が100ポイントニコに広告しました。ありがとうございます。ドロー2。やばい、増えて嬉しいだろ。 やばいドロークラスだな。スキップ。そういえばダルサハどうですか。今日はね、かなり調子いい。高い相手の王になってアシナを復活させるのがロールプレイ。ロールプレイ中。モグロンさん、エルデンリングやってる。通常の斧みたいに同じやつまとめて出せないからな。そう、出せんからね。だるさはないんだけどね、相変わらず咳と鼻水はね、終わんねえんだよな。スキップ。1ヶ月くらい経つんだけど、てかもう1ヶ月と10日経つんだよな。後遺症終わんないね、ほんと。リバース。今デッキにはドロー3が4枚眠っていることがもう分かっている。ならないに越したことはない。ゲーム積むのも後遺症。エルデの王者礼拝の願望気があるんですか。カードカラーアシナ復活得意点じゃねえかもう。レベルがカラーチェンジ。カラーチェンジ。ここはもうライムさんにかけるしかない。広告貢献1くらい、響き水あやじいきょすい、資産が100ポイントニコに広告しました。夏だからな。12000年経っても治らないかもしれない。それも一生治らんやつや。よう12枚もあったのに。ドローやめろ。ドロー3。いやもうごめん、ほんとごめん、ほんとごめん、ほんとごめん、いや引いちゃってさ。ドロー2。鉛筆さん。一度の試合でみんなが滅ばずに跳ね続けた世界を作る。一度の試合でドロー中に2回食らう人いんの。沼ってまいりました。そんなことある。スキップ。リバー。やっとあそこまでカード減ったのに。そうやって好感度が下がっちゃうのでした。これは下がるわ。いやなんかドロー2があった時、ドロー3。まだ見合ってないが、エルデの上にドロが入ってないことを祈るばかりよ。祈るばかり。ラストカード。いやドロー2があった時、ドロー32枚引いたんだよ。ハッとしたんだよ。何の恨みか。さすがにハッシュ。あ、終わっちゃった。やば、ライムさん1試合でドロー中に2回食らうって。その上ドロにも3、4回食らったぞ。なんやで。あれはやばいよ。